滋賀は、日本海軍の解剖艦。ウグル型解剖艦の21番艦。艦名は、福岡県にある滋賀島にちなむ。太平洋戦争を生き延びて、戦後は、総会に従事し運輸省の定点観測船、その後海上保安庁の巡視船となり、さらに、千葉市の海洋公民館となった。丸船計画の解剖艦、第4701号艦型の11番艦。 火唱艦名第4711号艦として、計画。1944年11月25日、佐世保海軍交渉で起航。12月8日、滋賀と命名され、ウグル型に分類されて、同級の21番艦に定められる。1945年2月9日、浸水。10日、偽装員事務所を設置。3月3日、偽装員長に、 内密ぐ少佐が着任。20日春工。内少佐は、滋賀解剖官庁となる。同日府で、滋賀偽装院事務所は撤去された。本席を、佐世保鎮守府席に定められ、佐世保鎮守府警備解剖官となり、呉レ鎮守府部隊呉防備ー戦隊に編入された。28日、滋賀は、佐世保を出港し、29日に、再起に到着。 4月6日天戸を帰還とする第二艦隊の沖縄出撃に先立ち、完熟訓練を兼ねて前路総統を実施。文後水道南部で敵潜水艦らしきものを捕捉し、爆雷投射により冷式水上偵察機と共同して攻撃。その結果、気泡という幕を確認したため敵潜水艦を撃沈したと判断した。7日、クレに到着し、 12日に出港。13日、舞鶴に到着。22日に出港し、七尾へ移動。以降七尾を拠点に訓練に従事。5月5日、舞鶴鎮守府部隊第51戦隊に編入された。13日、海上護衛総司令部第1護衛艦隊第21解剖隊に編入された。1945年5月16日。 滋賀は7尾を出港し、マイズルに移動。マイズル海軍交渉で、機銃増強工事を受ける。改装完了後出港し、27日に、鎮海に到着。以降、安土浦を拠点に、津島海峡の対戦紹介に従事。7月10日、第21海防隊は、連合艦隊第7艦隊に編入。31日、滋賀は 行き東繁盛裏で停泊中に空襲を受けたため、対空戦闘を行い、P-51 マスタングを2機撃墜したとされる。8月15日の終戦時は、旋回湾に所在。東栄、安土浦を経由し、佐世保へ開港された。9月15日、第21解防隊は、佐世保陳府部隊に編入された。 海軍省の廃止に伴い1945年11月30日、除籍。1945年12月1日、第二副音省の会長に伴い、佐世保地方副音局所管の総会館に定められる。1946年7月1日、総会館の定めを解かれる。8月1日、佐世保地方副音局所管の特別輸送館に、定められ。 同時に特別保管艦に指定される。9月26日、特別輸送艦の定めを解かれた。1946年11月1日、滋賀は三菱重工業横浜造船所に入居し、改装工事に着手した。改装内容は、船橋を両原まで拡幅。船体は朝鮮首労型船型とし、士官用室、応接室等を増設。 線路甲板上には、ボート甲板が追加され、後部には、兵員室等を設け、よっと式船型になる。12月31日、滋賀は、運輸省へ移管され、1947年4月8日より、米陸軍連絡船として、博多富山間に就航した。運航は、運輸省鉄道総局も自鉄道局であった。12月31日、 航路廃止に伴い解約1949年1月15日、運輸省横須賀幹線部補完線となる。1950年12月、中央気象台の定点観測線となりしがまると、命名され、定点観測に従事した。1954年1月1日、海上保安庁に編入され巡視船小島となり、 第三管区海上保安部横浜海上保安部に配属。3月3日、クレに開校。6月23日、海上保安大学校練習船に改装される。これは、連絡船時代に居住設備を強化されていたことから、選ばれたもので、以降第1期生から第9期生までのミッドウェイ島、海域、ハワイ、ハワイ経由アメリカ西海岸といった。 遠洋実習公開に使用された。1955年9月、補強工事を受ける。1956年4月17日から22日まで、北朝鮮車庫から、在留邦人36名をマイズルへ移送。11月30日から12月4日にかけて、ソ連のナホトカから、在留邦人23名をマイズルへ移送。 1957年4月12日、6期生、第2学年の実習中に、第5北側丸沈没事故が発生し、救助のため緊急出動。1958年、海上保安庁関越式に参加。同年、栄光干渉装置の試験中に5甲板右舷の、総つなぎ柱が破損した。後に、当該総つなぎ柱は、看板取付用望遠鏡とともに、 海上保安大学公海上保安資料館で保存された。9月、トランサムを丸みのある形状に改造したため、全長が0.2メートル延長された。1965年6月1日付で後継の小島の収益に伴い退役。退役後は、クレに係留された。1965年8月、クレシとの招致争いの末、チバッシュが、 小島の払い下げを受ける。9月12船線室戸の栄光により呉港から千葉市稲毛海岸へ開港。10月から海洋公民館として使用するため、船内海装工事に着手し、1966年5月5日に竣工18日から千葉県千葉市稲毛海岸4丁目に千葉市海洋公民館として開館。周辺を小島公園として整備した。 払い下げ当初は、海沿いの岸壁に接した形であったが、後の周囲の埋め立てにより、公園の池に浮かぶ姿に変じた。晩年には、第二次世界大戦に参加した大日本、帝国海軍艦艇の最後の生き残りとして、親しまれた。九百九十三年四月一日、建築基準法並びに、消防法に適合しないことが判明し、公民館は休館となり、 1997年3月25日に閉館。1998年、老朽化や保存コストを理由に、千葉市が小島の解体撤去を行った。解体後は、千葉市三浜区の稲毛海浜公園内の稲毛記念館及び栃木県那須町の戦争博物館に部品の一部が展示された。2017年4月に、 千葉市海洋公民館跡地に建設されたコース、スポーツセンター内に小島の展示コーナーが作られ、稲毛記念館に展示されていた、展示品が移設された。小島のあった池は解体後に埋め立てられており、存在しないが、隣接する公園やバス停は、小島公園のままとなっており、現在もその名を残している。また、 上述のように1958年の事故で破損した、あと乾板右辺の総つなぎ柱と、乾板取付用望遠鏡が、海上保安大学公海上保安資料館で、保存展示されている。内密具少査、1945年3月3日から1945年3月20日、内密具少査、中査、第二副委員館。 解剖官長1945年3月20日、官長1945年12月1日から1945年12月20日、浜崎長太郎第二福音官、第二福音事務官、1945年12月20日から1946年4月25日、四垣育雄第二福音事務官、福音事務官、 1946年4月25日から1946年8月20日、岩田春彦福音事務官。1946年8月20日。ありがとうございます。